JFA 全日本 U-12 フットサル選手権大会は12歳未満のジュニア年代におけるフットサル競技の日本一クラブ決定戦である。2020.21年は中止。決勝大会は8月に駒沢体育館で開かれる。ハウス食品グループ本社が協賛しているためバーモントカップとも呼ばれる。2014年度までは9月から11月まで予選。 翌年1月に決勝大会が行われていたが、全日本少年サッカー大会決勝大会が冬、開催以降に伴い、本大会も2015年度からは夏開催に変更される。出場チームは各都道府県47チームに加え、前年度予選参加チームの多い都道府県にさらに1チームを加えた48チームで争われる。過去には、小野慎治やがなはかずき。 湯サカツ原口元気、フットサル、日本代表の小暮健一郎らを輩出している。長年全日本少年フットサル大会として開催されてきたが、2017年11月1日に日本サッカー協会が発表した JFA ブランディングの一環として、JFA 主催の2018年以降すべての大会名称に JFA の文字を加えること。 すべての育成年代の大会表記を全日本有大会に統一することから現在の大会名となっている。ありがとうございます。